こんにちは、岩松正文です。今回は話が長い人への傾聴ということなんですけども、上手に聞けてないから話が早く終わらないんじゃないかと思ってらっしゃる方がいますね。それは確かにそれ一つあります。例えば同じ話何回も何回も繰り返されるっていうのは心の主訴、要するに言いたいことをちゃんと理解されてないと感じると、人間は同じ話繰り返したり、似たような違う話をこう違う角度からですね、同じ話をしてきたりってことがありますので、そこは一つ練習してもいいところだと思います。しかしそれとは関係なしに、その話してる人自身の心のバケツ、心のエネルギーがこう溢れ返ってしまっている状態の時っていうのは、こちらがちゃんと聞いても聞かなくても、その人の話っていうのは永遠にバーッとこう長く続くっていうことが結構あるんですね。まあ、私もよく電車に乗ったり喫茶店にいたりすると、ね、3人とか4人でその場にいたりするのに、片方の人だけが1人だけが永遠にバーッと喋ってるっていう光景を時々目にしますね。まあ、これはどちらかっていうと、聞き方がうまいとか下手とかという以前に、その方自身の心のバケツがぐわーっとこう溢れ返ってしまっていて、もう止められないっていうね、こういう状態だと思うんですね。だから一つには、それを聞き方が悪いからなんだってね、この聞き方に理由を求めるっていうのはちょっと無理があることがありますね。残念ですけども、はい。あとはですね、ちゃんと聞こうとして、聞けば聞くほど一回こうどうしても長くなると、ちゃんと聞いてもらえてるという気持ちがこうあるとですね、話したい心のエネルギーがふつふつとしている方っていうのは、これはもう聞いてくれる、分かってくれると思うんで、そうなのよそうなのよっていう形でどん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 溢れ出てきますんで、まずはそうすると逆に長くなるっていうことがあります。まあ、そこもある一定時間過ぎると、心のその溢れ返ってた思いがビューッとこうちょっと落ち着いてきて短くなっていくっていうこともあり得るんですが、その溢れ出してる期間がどれぐらいあるかっていうのは実はちょっとわからないんですよね。1日聞いたら落ち着いてくれるんだったら頑張ろうと思いますが、その方のね、何十年の歴史の中で積もりに積もっているものがありますから、そうするともう3日聞いても10日聞いても溢れ続けると、もう何年聞いても溢れ続けるっていうのもこれなくはないんですね。ですから聞きすぎないっていうのは一つ大事なことになります。じゃあ聞きすぎないためにどうすればいいかって、一つは可能であれば時間の枠をあらかじめ決めてから聞き始めると。で、問題はその枠の決め方をちゃんとね、自分自身が納得いうような言い方で伝えられるかどうかだと思うんです。例えば今ですね、午後3時だったと仮にしましょう。じゃあ4時まで1時間時間がとりあえずあると、その時に、ね、そのことを相手の方に何と伝えるでしょうか。ごめんね、4時までしか聞けないんだけど、いい？ごめん、4時まででごめんなさいねっていう言い方をする方があなた自身がすっきりするのか、それとも4時まで聞けるから4時までお話聞かせてっていう言い方をする方があなたの心がすっきりするか、相手にどう受け止めてもらえるか、受け入れてもらえるかっていうことがすごく重要なんだけども、相手の気持ちってわからないんですよね。だから受け入れてくれたらベストなんですが、その一歩手前、自分自身にちゃんと納得した言い方で断れる、こういう自分を持っておくことっていうのが非常に大事なんですね。はい。ですからこのね、3番目の断り方を持っておくっていうのもそうですね。今日ちょっとね、ごめんなさいね、用事があるからって、用事がある時だったら断りやすいんだけれども、なんとなく時間がある時に、じゃあ聞かなきゃいけない状況になった時に、あ、ごめんなさいね、私大事な用事があるからっていうことを、断り方をあなたはできるでしょうか。そうすると、用事がないのに断っちゃいけないんじゃないかなと思うと、そこにこう罪悪感が出てくるんじゃないですかね。罪悪感、つまりちゃんと聞けないんじゃないかなと思ってる人は、どうやって聞いたら相手が短くなるでしょうかっていうふうにね、話が短くなるでしょうかって悩みを抱えてると、同時に実は話の聞き方で悩んでるんじゃなくて、うまく断れないということに悩んでたりすることがあるんですね。で、私自身がこの傾聴をお伝えしながらいろんな方とお会いしてて、いつも思うのは、ちゃんと断り方を持ってない人は聞き始めてはいけないと、これが私自身の持論ですね。はい。
断れなくなっちゃう、切れなくなっちゃうわけですね。だから断れないと聞いちゃいけないというのは、まあ極端な言い方ですけども、聞き方と断り方っていうのは同時に身につけていかないと、ただ聞くことだけ練習してても自分が楽になって聞くってことはできなくなってしまうっていうのがありますので、ぜひちゃんと話を聞きたいと思う方は、それをどうやって断るか、こういう練習を一緒にされてみてください。その自分自身が納得する言い方、伝え方、これを持っておくことっていうのが実は一番重要なことかもしれません。